そう、今日でお披露目から9周年です。なので配信しようと思ってたのですが、ちょっと思ったよりラジオ配信が長引いちゃったのでちょっと遅くなりましたが、配信でご飯食べてたのマーさんですか。でマーさん咀嚼音の音はねないやつ食べてたからね、多分違う人も食べてた。よいしょ、こんばんは、こんばんは。よー、そう今日でアイヤのリハが全部終わりました。でこの間逆上がりの振り入れも終わったので、もうあとは自分次第ですね。頑張らないとです。今メール来た？マジ？結構前に送った気がした。どんなメールを送ったんだっけ？結構前に送ったのに。そう、明日は久しぶりのオフなんですよ。ですがちょっと逆上がりの投資リハが3日にあるんですね。でアイアライブが2日で、その3日に東京から福岡に戻ってきてそのまま逆上がりの投資リハがあって、で4日はここ店じゃないですか。で5日はもう錬金の投資リハなんです。やばい、私これいつ覚えれるかなっていう私いつ思い出せると思ったので、ちょっと明日はオフなんですが、ちょっと自分の中で頑張らないとなと思ってて、ちょっと逆上がり思い出していかないとですね。まーさん来月だけで公演4演目ぐらい出る気がするんですが、マジ？確かにね。しかもさ、つながってるよね。パジャドラ、パジャドラ千秋楽、錬金、ココテン、逆上がり前日リハ、逆上がり、ココテンですもんね。7日間で4演目出てますね。そう、逆上がりは結構あの振り入れは終わったんですけど、やっぱ前半の曲とかは結構前って言ってもまあ1ヶ月も経ってないんだけど、ちょっと思い出していかないとですね。明日思い出さないとね。錬金はもうちょっと後でいいとして、でも本当ねアイアライブ盛りだくさんなので、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。すごい毎年盛りだくさんですけど、アイアは今年もかなり濃い瀬取りになっておりますので、7期生の新公演教えてください。教えません。マリアが教えたらマリア出ないのに土下座しなくちゃいけなくなりますので。
知ってはいるんだ、知ってはいる、知ってはいるので、あのその話題出さないでください、言っちゃうので。今日いっぱい踊ったからさ、なんかめっちゃ前髪うねってる、見て汗だくになりますね。アイヤは多分また髪伸びた。え、伸びたよね。もう切りたいもんね、なんならちょっと湿気でもうなんかうねってんのか巻いて、ま、本当は巻いてたんですよ、髪。髪綺麗に巻いてたんだけど、もう湿気とか踊ったりとかでボサボサになっちゃった。湿気やばいよね、雨。髪って切ると元気良くなるよね、やっぱり。なんか切ったら伸びるの早くなるよね。長崎イベント雨大丈夫かな。ね、宿毛したことある。前髪はね、定期的に宿毛矯正してるんだけど、私の癖っ気が強すぎて2週間ぐらいでうねってきますね。これも結構最近宿毛矯正したんだけどね、もう全然うねってます。でも夏って伸びやすいらしいよ、爪とか髪の毛とか夏って伸びやすいんだって。ハウステンボスも確認しないとだね。まだネイルしてないの。もうネイルしてないですね。もうこんな爪短く切っちゃって、ピアノ弾いてる時ぐらい爪短く切ってます。もう一回ネイル外しちゃったらなんかいいやってなっちゃうんだよね。いいやってなっちゃって、全然もうネイル良くなくなっちゃいました。リップ、私リップのポーチが消えたんですけど、リップ塗りたいのに。あった。塗りすぎた、めっちゃ真っ赤になった9年目のお披露目の緊張とか覚えてる？でもなんかめっちゃ緊張したのだけ覚えてるんだけど、詳しくは覚えてないですね。もうちょっと9年前って言ったらもうすっごい子供なんでちょっと全然覚えてないけど、でもなんか緊張しすぎてなんか花ちゃんとビビアンとも喋れなかった気がする。あのマリアの時、なんかお披露目自体、今日は9年前の今日は別に私ユニットなかったからそこまで緊張してなかったんだけど、多分昨日明日のユニットある日が一番緊張した気がする。てか9年ってすごいね。9年ってやばいですね。9年経ったんだって。だって9年って小1から中3だよ、やばくない？小1から中3ってさ思ったら結構な
構な期間ですよ。すごいね。もうすぐだって福岡にいる方が長くなりますよ。すごいや。そう、10年目になりますね、明日からは。あれ iPhone どこ行ったかな。あった。9年も経ったらそりゃ大人になりますわそりゃ大人になりますよ。小説まだ毎日読んでるの？読んでるよ。もうすぐ100ページいくかな。本当にゆっくりロースペースだけど、ゆっくりの読んでます。ローペースだね、それだ。だ、長時間小説とか読んでる人はすごいなって思う。マリアまだそこまでいけない。最近はもう本当になんかリハーサルして疲れて帰ってきてご飯食べて寝ちゃってみたいな日々を過ごしてたから、その小説読むのも本当寝る直前とかになっちゃうから眠気が勝っちゃうんだよね。それで本当1日に 5,6 ページとかしか読めなくて全然進んでないんだけど、電子書籍じゃなくて紙で読んでるんだね。そう、紙で読んでる。でもその最近は小説読んでから寝るようにしてるから、そのベッドに入ってからも携帯いじるみたいな時間がなくなって眠りにつくのが早くなったかも。メリット、マジメリット。これっ今はね、君の膵臓食べたいを読んでますこの前久しぶりにあきちゃんに会えてよかったね、会えた。あきちゃんに漫画は何読んでる？漫画はマジで最近全然読めてない、何も読めてない。そう、ゆきちゃんとかビビアンにもね会いました、この間。
MBTI 質問変わってやってみたけど結果同じやった。マリアはしてみた？マリアしたの MBTI 診断で、マリアはずっと ISFJ だったの。 ISFJ だったんだけど、質問変わってっていうか、質問変わってというより舞台終わってからかな、 ESFJ になったの。だから内向的から外向的になって、まあでもパーセンテージ的には外向的が 6% ぐらい多いだけなんだけど。あ、ミラーボール。 ISFJ から ESFJ になって、あの外向的になりましたそっからも奇跡だと思ってマリアが E になるなんて。だからそれからも何回もしてるんだけど、今んとこずっと ESFJ ですね。でもまあ E と I のパーセンテージがあったとしたら、ほんと E 側が 53% で、あ、じゃあ I 側が47みたいな感じで、ほんとギリギリ E なんだけど、びっくりした。私一生愛だと思ってたから。でもまあ確かになと思って、ただマリアめっちゃふっかるだしさ、人といることは好きだからさ、人は好きだけど、そうだからびっくりびっくりした。だまあ ESFJ と ISFJ 行ったり来たりって感じかな。マリアちゃん呼んだらすぐ来るもんね。え、マジでそう。マリア本当にふっからだよ。どこでも行くからね。でもなんか質問難しいよね MBTI って。すぐ行っちゃうんだから。特技フッカルにしようかなってぐらい、どこでも飛んでいく特技。この前配信終わった後にひよりちゃんと会っててびっくりした確かにねは感じる。舞台やって良かったことを聞きたい。でも私久々に勉強したいって思うことができて、その舞台出てから、やっぱその HKT にもやっぱ9年も いるとさ、なんだろう、なんかなんて言うんだろうな、まあまだ自分的には立ち止まったことはないって思うけど、次どうしようとかさ、次何しようとか、停滞していく恐れがあるじゃないですか、何年もしてると。でもなんかまだまだ勉強したいことありますかって思うぐらい、 HKT 続けてる時になんかもうやることやりたいことなくなったなって思ったことがなかったんだけど、今回はさらにもっとなんか勉強したいなって、あの演技とかについて思うようになって、だから本当マリアが苦手な小説も読み始めたし、舞台見に行ける機会があったら行こうって思ってるし、そう前田さんとかにも話してなんか映像送ってもらったりとかしてるので、ちょっと今その逆上がりとかアイアでいっぱいいっぱいで映像まだ見れてないんだけど、そう、さらにまだ勉強したいことってあるんやって思うぐらい勉強したいなって思った。演技舞台出て、あのリットチャームに選ばれた時と同じぐらいの勉強したさだね。リットチャームの時はめっちゃダンスのことを勉強したくなってと同じぐらいの感じを感じてます。
でも今っていうか、まあずっとなんだけど、ダンスとかパフォーマンス面に関してはまだ自分的には満足してないから、それも楽しいしね、公演出るたんびに、お今日のここ良かったんじゃねとか、今日のここちょっとうまくいかなかったなとか未だにあるから楽しいですね。毎日楽しいですでもその舞台をすることにする、舞台をしたことに、舞台をで、あの舞台をちょダメ、日本語を勉強しよう、ね、絶対日本語を勉強した方がいいね。舞台を経験したことによってそのパフォーマンスに対してもなんか活かせそうな気がした パフォーマンスでも活かせる部分あるなって思いました。ので頑張ります。逆上がりは特に見せる曲とかが多いので、ステージイベントの電気痛かった、めっちゃ痛かったよあれ。そうだから、あきちゃんのねミュージカルを見に行きたかったんだけど、アイヤの前日か次の日に行きたかったんだけど、ちょっとアイヤの前日はあきちゃんが出ないのかな、で次の日はリハが入っちゃったんで行けなかった見に行きたかった。マリアちゃん目悪いの、マリアちゃん目悪いの、 目悪いんだマリアちゃん、意外でしょ。劇場小屋コンタクトしてるん？そう、普段はねコンタクトしてる。まあ、自分が目悪いの気づいてなくて、ずっと多分 HKT 入った時は目悪くなくて、多分活動してる最中に悪くなったんだけど、となんか途中まで悪くなったこと気づいてなくて、なんか世界ってその一つにピントがあったら周りがぼやけるもんだと思ってたの。でも眼鏡かけてみたら、え遠くまで見えるんやって、そこであの私って目悪かったこと気づきました。日曜日公園久しぶりに行けます、うちは新しくしたんで見つけてほしいやって、わー待ってますね。最近おすすめのコスメある？マリアね、コスメ最近マジで変わってないな。てかそのメイクが薄くなったんですよ私、昔より。なんかナチュラルメイクに なってきてる気がする、自分的に。なんかカラコンとかももうでっかいの、なんかでっかいのつけたらなんか自分的に違和感出るようになっちゃって、でもねなんか変わってないと思うんだよな。なんかだからメイク用品いっぱい持ってってるけど使うのあんまないと思う。おすすめのコスメでしょうね、ホットビューラーかな。ホットビューラーはやっぱ欠かせないです。だって今日も見て、まつげ上げてアイラインしてるだけでよ、涙袋も塗ってるか、これ色。公演の時は
いつもより濃くしなきゃって思うんだけど、メイクさんとかにあれみたいな、まるちゃんメイク薄いよって言われること最近ある。だからあの濃くするの心がけて、あの昔の私を見て昨日はでも濃く、いや昨日はね取り戻した気がしたんだよな、アイドルメイクを。昨日はいい感じにできた気がする。で昔のマリアと比べたら薄くなってるかも。でやっぱ公園とかって濃い方がさ、照明とか当たるからわざとでも濃くしないと。小杉だったら教えて。最近お腹に食べたくなったりする？全然する。公演よりもライブとかはさらに濃くしてるから。夜お腹空いたらどうしてる？食べてる。マリアは長めアイライン好きよ。マリア最近アイライン長くないよね。昔めっちゃ長かったよね。昔っていうか最近か。マック食べたい。いいね。でも珍しくここ1週間ぐらいはマック食べたいって思ってないかも。メイクしてもらうことないの？メイクしてもらうことはあんまりないかな。ほんとなんか雑誌とかの時ぐらいかな、メイクしてもらうのは。メイクさんに Mac の新作めっちゃうまそうなんですよね。マジ？モバイルウォーターが気楽すぎて前よりマック食べる機会が増えた。でも分かる、モバイルウォーターって楽だよね。マリアもあのスタバモバイルウォーターとかしちゃうもん。7月2日からゴンチャのペットボトルがセブンで出るんだよ。最高じゃんそれ。マリアの声が子守歌になってて目が閉じるのと戦ってる。だってやばい。確かにマリアの声ってさ、なんか高くもないからさ、子守歌みたいかもね。確かに寝ちゃっていいんだよ。寝ちゃいなよ言いながら。うちはいぶきの配信でも寝れる。それはすごいね。マリアの声大きいから眠れない。それ自分の音量を大きくしてんじゃない？マリアすごい大きい声喋ってないよ。わかんない、この新しい iPad だからめちゃめちゃマイクの機能がいいのかもしれない。明日もリハ、明日オフなんです。オフなんだけど自主練三昧ですね。とても心地のいいトーンではある。本当？嬉しい。先生に言われたんです。
てかさ、ハイタッチ会でさ、やっぱ役員先生のセリフを求めてくる人が多かったですね。おもろかった。すごいね、みんなマリアのセリフを覚えて。本来はマリアナの一人語りのところ結構長かったんですよ。で、舞台の予定時間より多分20分ぐらい、その初めての初投資の時に押しちゃって、結構マリア部分、マリア以外の部分もう本当にバッて、バッとカットされたりしてたので、ゆかちゃんのとことかもっと長かったし。もっとね、もっと喋ってた。面白かった。みんながセリフを覚えてきてて面白かった。まあでもハイタッチ会よりはまとめ出しとかの方がやっぱ長く喋れるから。はなちゃんとマリアの2人のところはまあまあ喋れたけど、やっぱ4人とかになると本当にありがとうとかしか、とかなんかファンの方があれ何々見たよって言ってくれて、嬉しいとかの時間しかないから、そうだね、いっぱい喋りたいってなったらやっぱまとめ出しになっちゃうけど。じゃあゆかちゃんはでも撮ったんですよねの部分求められたのかな。確かに撮ったのですね、ごめんなさい。暑いな。ゼアクエも過ぎたね。ね、はなちゃんとマリアレンはね、俺の目にはマーサじゃなくてかなこが映ってたかもしれない。かなこになってた。公式のインスタに載ってた花まりれの写真めっちゃ良かったって、2人とも同じ顔してたよね。かなみん、マリアはタッチンって呼んでます本当はね。平尾先生のこと本当はタッチンって呼んでます。あれには出てこないけどね。タッチンやばいよね。平尾たつきだったっけな、なんか名前が多分。マリアって握手会とか待ってる時間何してるの。はなちゃんと昨日、この間ははなちゃんと TikTok 撮ってた、すぐ載せたけど。平尾先生本日お誕生日らしい。本物の平尾先生が、役の平尾先生が。役の誕生日とかないか。お誕生日なんだね。年下の先輩とか年上の後輩ってどんな感じ。そういうの経験したことなくて、年下の先輩はマリアも経験したことないけど、年上の後輩はなんかマリア的にはもう、なんて言うんだろう、あ、でもなんか最初はでもほんと入りたての時は
年齢気にせずに、なんていうの、後輩だと思って接しようって頑張ってたけど、もう今になったらもう関係ないね、後輩だとか年上の後輩、年上だけど、うん、後輩だけど年上のメンバーが多いんですよ、うん、私って。でも普通になんか後輩だと思って接してないかも。もう全然で、あきちゃんとか後輩だと思ってないもんな。ねねちゃんとかもそうだけど、もうお姉ちゃんみたいな感じですよ。ちゃんとなんか教えるような時、機会の時はちゃんと先輩しなきゃって思うけど、それ以外は別になんかあんま気にしないかも。なんでねねちゃんとかあきちゃんとかとご飯行ったら全然おごらないですっていうのは冗談ですけど。っていうのは冗談ですけどっていうストローが長すぎたね今ちょっと。ねねちゃんもマリアさん呼びやめてほしい、やめてほしい。てかメンバーにはまーちゃんって呼んでほしいのに。あ、でも最近私、最近っていうか昨日のパジャドラで、あの渋井ちゃんのことをミナって呼ぶようにしたのそしたらミナもマリアのことまーちゃんって呼んでくれるらしくて、そう昨日からミナ呼びとまーちゃん呼びになりました。でもミナって言うと照れるんですよ後輩とかはまーちゃんがいいの、まーちゃんがいい、まーちゃんが難しかったらまーさんがいいんだけど、ちょっと生徒のとの距離感近すぎませんかね5期生からマーさん呼びが多い。あ、でもいおりちゃんとかマーさんって呼んでくれてたんだっけな。なんかいぶきがたまにマーちゃんって呼んでくれて気がしてて、なんかわかんないけど、いぶきがなんかたまにマーちゃんって呼んでくれてる気がしてて、それもまーちゃん固定にしてほしいなってずっと思ってたんだけど、いぶきに伝えてないや、まだ。いぶき基本はマリアちゃんなんだけど、なんかいつかの時まーちゃんって呼んでくれてたんだよな。それがすっごい嬉しかったから、まーちゃんって、いぶきにもまーちゃんって呼んでほしいんだけど。ファンの方はあのまーちゃんはダメですよファンの人はだってもうマリアちゃんがあれじゃない、主流じゃない、マリアか、マリアとかマリアちゃんとか、この間舞台に出てたうららちゃんもかつてまーちゃんと呼ばれていた。そうなの？
マリアちゃんじゃないと違和感ある。わかる、なんかファンの方にはマリアちゃんって呼ばれないとなんか違和感、まあちゃんって呼ばれても自分じゃ自分だとわかんない気がする。マリアちゃんって呼ばれすぎてコールがマリアとかさ。福丸、うん、イマムーとかでよろしい。あ、イマムーでもいいよ。でも7期生山川マリアちゃん入ったからね。でも山川マリアちゃんってマリタンだからさ。まーちゃんって森谷さんのイメージある。わかる、ファンの方がまーちゃんって言うとめっちゃまどちゃんのイメージある。それだ、福丸りょう、にゃんにゃん、福丸りょうくん、今日は目がガン開きじゃない。福丸りょう、あったかいね、あったかいの。かわいいな、頭しか映ってないね。にゃん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 、かわいいの。どうしたん、かわいいね。なんだスージェさん、すごい、これ何？猫？これ。これは猫？めっちゃ可愛いんですけど。めっちゃ可愛いのが届いたんですけど。パチャドラ千秋楽出るんですね。そうなんです。そろそろ夏から秋にかけて野外病多くなってくるから楽しみね。あら、めちゃめちゃ噛まれてる、めちゃめちゃバッグ噛まれてた。やめて、これ買ったばっかりなの。福丸ダメよ。やめてママ、マリアの買ったばっかりのバッグ噛まれる。ダメよ、やめてくれ福丸、ダメよ。すごい、なんだなんだこの毛。夏が始まる音してる、今年も楽しみ。夏が始まる、あ、歌じゃダメか、危な、ギリセーフ。これは そう、バッグ買ったの。ひじりとお酒飲みに行く。ひじり今日で二十歳だよね。キャー、おめでとう。猫からのシャツはもう旅に出たままですか。そう、猫のニットまだ旅に出てるの。さよならと乾杯したの会えてないですね、まるちゃんと。
まるちゃんも、まるちゃんもですか。まるちゃんもお酒飲めるってやばいね。会いたいね、まるちゃんにも。え、もしかしてあーちゃんとかも10月。あーちゃんって誕生日いつだっけ。リオちゃんとはね、あのユエルと3人でご飯行きましたね。あーちゃん10月で、やばー、えぐ。うん、そうだ、ハピキンの話もしようと思ったんだ。私のあのツイッターを見てる方ならわかると思うんですけれどもですね、 KBC さんであの特番で HKT48 のハピキンっていうハピキンポーズを勝手に作ったんですけど、あの7月13日の12時から放送します。こちらはね、あのすごい、あの面白くなってると思います。ハピキンならではのスタジオでハピキンでしかないだろうっていうあのスタジオで収録させていただいて、クルタンはね一人ロケに初挑戦してて、ナナカはあの一企画担当してて、私はあの MC をさせていただいてるのでMC をさせていただいてるのでですね、で伊藤さんが来てくださって、伊藤さんと4人であの収録したんですけれども、伊藤さんはあの社服で一回共演したことがあって、であの覚えててくださって、空き時間とかもめっちゃ優しくて、もうねすごいあの気さくに喋ってくれてありがたいと思って、コーナーだね、そうコーナーだか、でもどんな感じでそのなんて言うんだろう、編集されてるとか私はまだ分かってないんですけど、収録した感じでは本当になんか笑えるし感動できる部分もあるし、すごいあの楽しいんじゃないかなと思いますし、これがねあの好評だったらレギュラー化もする可能性がありますので、7月13日はぜひあのツイッターを盛り上げてほしいなと思いますし、あの拡散などなどいっぱいしてくださったら嬉しいです。そう、ハピキンならではのエピソードとかも喋っているかもしれませんので、すごいね楽しかったですね。やっぱなんかこういうさバラエティとかってやっぱ少なくなってきてるから、前よりだからこうやってなんか久々にできたのも嬉しかったし、また次につなげれるように頑張りますので、皆さんもぜひ協力してください。
そうオーディションあったんですよ、ハピキンのハピキンエピソードを喋ったりとかするオーディションがあったりして、そうぜひ頑張ったのでお楽しみにです。なんかすごいね、あの5月はありがたかったね本当に。その舞台稽古中にハピキンも収録があったりとかで、5月はなんか本当にいろんなことに挑戦した月だったね。5月でマリアの何かが変わったのかもしれないってぐらい。花まりれん楽しすぎたを言いに来ましたって、嬉しい、ありがとう。5月はいい月でした。強制外れたのも5月、5月私なんかすごいいい月だったのかもしれない。7月になったら何がしたい？で7月はやっぱあの逆上がりが待ってるので、まずは一旦逆上がりを完璧にしたいですね。なんでまずは7月13のハッピキンまで皆さん拡散お願いします。オズワルド伊藤さんと収録した翌週に鳥貴族でお酒に溺れてるのおもろすぎる。確かにね内容的にはそうなっちゃうね。伊藤さんタグ付け間違いも覚えてた？覚えてた。すぐ会った瞬間にタグ付けの件申し訳なかったですって言ったら、あああれねみたいな、通知止まんなかったよとか言われて優しく言ってくださいました。かわいい福丸が。本当になんかすごいいい機会をいただいたなと思って。とっても素晴らしい機会でしたね。ハピキンもなんか勉強にもなったし。やっぱいろんなことに挑戦していくって楽しいですね。ハピキンは1時間30分？ちょっと詳しいことは解禁されてないことはあんま言えないので、ちょっと私もわかんないんですけれども、そこら辺はちょっとまだわからないですね。MBTI も E になったことですし。ここら辺はまたさらに解禁されるのをお待ちして、詳細とかはまた待っていただけたらと思います。あとは痩せるだけですね。ちょっと舞台期間に太っちゃったので逆上がりまでに痩せます。
かゆい。断言したね。頑張る。もうちょっと可愛くなりたいから。もうちょっと痩せたと痩せてる時の方が可愛いから、私は。まあ無理はしないですけど、食べないダイエットとかも絶対しないし、全然食べるんだけど、全然食べるんだけど、ちょっと気をつけるちょっと気をつける、こんぐらいね。ジッパー月1に減ったよね。それだってエミさんのジッパー見とかないとですよ、みんな。みんなもうエミさんのジッパーしか見て、見なきゃでしょ。7月あ、痩せすぎとか私あのやんないで大丈夫です。ちょっとだけ、ちょっと腹筋割れてるぐらいがいいなって思うから。今の状態だとあの腹筋の上に お肉が乗っちゃって腹筋が見えてないんで、腹筋が見え始めたらやめます。うん、まり痩せすぎたことはないね。そうだね、自分的にはちょっとなんかちょっとお肉ついてる方が可愛いしね。今はちょっとつきすぎちゃったんだけど、自分的にこんぐらいのがいいってのは分かってるので、ご安心ください。この前マーサのジッパー見れて泣きそうになって膝から崩れましたガチ運動メイン、食事気をつけたりもする？マリア、食事気をつけちゃうとあのご飯食べることが好きなので、それを食事を制限しちゃうとストレスでストレス溜まっちゃうので、あの腹筋とかだけ頑張ってる。錬金もね、衣装昔のですから入るとは思いますけれど、とか言って入んなかったらどうしよう、錬金の衣装。そう、マリアはあの食事をね制限し始めたらあの多分ねストレス溜まってね、そのだ痩せなくてダイエット期間が終わったら多分また食べちゃって戻っちゃうので。最近はお風呂ためてる間の15分とか20分をあの筋トレする時間にしてて、あとは最近はリハーサルがいっぱいあったから、リハーサルはもう全力で踊るっていうのにしてます。リハーサルから全力で踊ったら消費されるから、めちゃめちゃ全力で踊ってる、リハーサルの時から。だから今日のアイアのリハとかも汗だくになりながら踊って、あとこの間久々に歩きました、ママと。今日は雨降ってるから歩けないかな。ほんとそんな感じで軽く軽くですよ。無理したらダメだからね、みんな。行くのが 164.2 になったらしいね。ガチ？俺も160行きたいんだけど、160
160行きたい、160センチになりたい。もうちょっとだけ背伸びたい。大脚とか直したら背伸びるかな。俺めっちゃ大脚じゃん。そういえば個人的すぎるけど、マーさんをして6年経ったら泣きそう。ずっと泣いてるな。ハンちゃんも160だよね。ハンちゃんなんか毎日大きくなってない？会うたんびになんか身長伸びてる気がする。ハンちゃん若くてほしい。160になりたい。でも胴が伸びてもダメなんですよ。私足が短いので骨格的にズボンが毎回ね裾踏んじゃうんですよ。ズボンなんで足伸びたいので、やっぱ大きく直すしかないか。ねえ、イクノとハンちゃんマジでずっと毎日伸びてるよね。でマリアとハナちゃんが2センチぐらいしか差がないのもなんかさ不思議だよね。いまだにマリアハナちゃんと10センチぐらい差あると思っちゃうもん。そう、もうあとハナちゃんとはね 2,3 センチぐらいしか差がないし、ビビアンとマリアだったらもう一緒ぐらい、なんだマリアがちょっと大きいかなぐらい。ビビアンちのね猫にも会ってきましたよ。もう可愛くて可愛くて可愛くて、福丸が嫉妬しちゃうね。ビビアンチの猫ちゃん可愛かったな。てかやっぱねゆきちゃんと会うともう話が尽きないわ。一生喋ってた。リコちゃんとかもそうだけど、やっぱ定期的になんか卒業してるメンバーに会えるのも嬉しいことですね本当に。ビビアンとはでも久々にご飯とか行ったかも。なんか予定合わなくて、あんまりビビアンとなんか楽屋で会うとかしかなかったんだけど、久々にご飯行ってビビアンとで、ビビアン家に帰ってなんか昔だな、昔の感じした。ビビアンと一緒に電車乗って帰るのが、ビビアンちんの。そう、ミューチャーとスワローに会いに行きました。え、マリアもう1時間以上してる。やば。マリアずっと話してても疲れない？疲れないね。てかなんか話しとかないとやっぱなんか慣れないと。話すことってやっぱ大事だと思う。コミュ力とか高くなりたいし、その小説読み始めてから語彙力も高くなりたいと思ったから、やっぱ喋るのって大事だよ。おしゃべり会疲れないタイプ？疲れないかも。その語彙力高くしたいとかコミュ力高くしたいって欲が最近さらに増えてるから、喋りたい欲もすごいんだと思う。だからショールームもなんか頻度というか、この間も
私こんななんかこないだしたのにまたするの珍しいよねとか言って前まで毎日してたのに、なんか1ヶ月に1回ぐらいの頻度だったけど、最近はなんか喋りたいなって思うことが多いかも。マリア言葉の使い方間違ってたら教えてくれるし、みんな勉強なるよね。ね、いつかまた近いうちメイク配信とかもしね、したいですしね。でも今日はそのハピキンも解禁されたし、9周年だったから配信したいなと思ったんだよね。喋ってなんぼやね。ね、やっぱ喋るのって大事だね。マリアが言葉の漢字間違ってたら教えてね、みんな。そろそろ寝るねって、ほらもう先に寝ちゃってますから。23時とかみんな眠たいよね。マリアはまだまだ大丈夫なんだけど、明日はだってゆっくりできるし。筋トレ配信とかしようかな。しないけどね。筋トレまで放送しちゃおうかなってぐらいね。やっぱ毎日だと配信する側も見る側も大変かも。まあね、毎日だとやっぱ話す話題ないしね。昔のマリアとかだって喋ってた、私喋ってなかったよね多分ね。確かに頭回ってない。インスタライブはしないの？え、なんかそのインスタライブとか TikTok とかもライブできるじゃん。でもなんかわかんないけど、ショールームが安心するんだよね。インスタライブとかなんか緊張するんだよね。やっぱなんかショールームが一番、マリアをなんか本当に推してる人しか見に来ないじゃないですか、ショールームって。インスタってさ、結構なんか流れてきて見るパターンとか、 TikTok もそうだけど流れて見るパターンが多いから緊張しちゃうんだよね。ショールームはなんか気使わないです。いつかメイク配信するね。筋トレ配信見たいかも。マジ？無理無理、見せれない見せれない。小さい頃は何か作ったりで3時間ぐらいやってたよね。確かにね。筋トレ配信したいところだけど、ちょっと私お部屋が映せる状態じゃないんで無理ですわ。ごめんなさい。誰か掃除してくれたらいいんだけど。あれしようと思ったんだと。急に電波悪くなった。スタコレを開封しようと思ったんだ。最近始まったやつ、今村チルドレンのねアルバムを作ってるんだけどね。誰か見ました？私のアルバム。もうクルタンばっかりなの。わっ、イクノ出た。イクノが出ました。あとミナも出たよ。ミナ
ミナはでも今村中電じゃないからな。行くのが出た。行くのが出たってことは完成ではないか。かわいい、行くの漏れてる。15個中ね、もう6個もね、クルタンですね。このクルタンがね、もうリスみたいで可愛いですね。あとハンちゃんか。今村チルドレン、クルタンだけで公演できそうなぐらいいない。そうなのよ。片平さらちゃん出たのよ。ココッペなんかさ、ココッペがなんかすごい愛おしくて、今なんか毎回のリハーサルでなんか汗かきながら踊ってるとことか見るとさ、なんかココッペってなるんだよね。ココッペに母性本能出てきてるかも。ココッペたまにマリアに見える。え、めっちゃわかる。昔のマリアにめっちゃ見える、ココッペ。なんかココッペのパフォーマンスっていいよね、すごい。これ保存しなきゃなんだっけ。わ、送ってくださいました、ありがとう。はんちゃん出るか。わ、はなちゃんが出た。お、はんちゃん出た、コンプリート。はなちゃんも出た。わあ、嬉しいな。はなちゃんが出ました。コンプリートしたからみんないいねして。はなちゃんが出ました。ドラフト制縛りするならあと言えるだけ。あ、確かに言えるも出てないね。確かに次はドラフト制にしよう。あ、なんかマリアも出てる。新たにマリアも出てました。メンバーのアルバムにいいねする方法を知らない。あれじゃない、なんかあのグッドっていうボタンをポンって押したらいいねできるよ多分。中野みなみちゃんがいいねしてくれてる、かわいい。リチャキをあれにしてますね、中野みなみちゃん。私のアルバム作ってくれた方にはいいねしていきますね。7期生誰と一番話す。マジで7期生と絡みがなくてしょんぼりなんだけど、誰と。でもなんか善悪の時何人か写真撮りたいですって言って撮
一緒に撮ってくれた子がいっぱいいて嬉しかった。そうだね、6期生が多分7期生の先生をしてくれてるので詳しいことは分からないですけど、6期生が話してるところを見るのが多いかも。そう、前座ガールとかバックダンサーとかがないから K4 の公演は。あんま絡む機会がないんだよね。首凝った、めっちゃ。そう、バックダンサーないからね。なあ、これ梅雨っていつまでなの？もう雨嫌なんだけど。恋愛禁止条例公演バックダンスあるよね。あ、でもそれ初日の時はバックダンサーないバージョンだったんで、そっちの可能性が高いですね。初日バージョンかも。7月中旬ぐらいまであんの？長くない？で、梅雨終わったら夏か。暑いのも嫌だな。バーベキューとか花火とかしたいね。雨やだよね。もしかしてハウステンボス雨ね。その可能性ありえますよ皆さん。なんか雨防げるの持ってきた方がいいかもね。傘はダメらしいね。ですって。大変だねそれ。確かに。でもみんなの邪魔になっちゃうもんね。雨前提で準備してる。あのうちわとかしなしなになっちゃうから気をつけてね、濡れたら。恋愛禁止の日、がっつりとデートの予定だから行けなくて泣く。デート楽しんできてくださいよそれは。雨のライブもそれはそれで楽しみ。楽しみだけどさ、ちょっと髪の毛が湿気に勝てるかどうかだな。私の髪が湿気に耐えれるか見ものですね。スタコレプレゼントしてみたらって、ありがとう。開封するわ。お、いっぱいありがたいことに届いてますね。あら、ザワチがいっぱい出た。あ、ふうかちゃんとね喋ったかも。あのビビアンに似てる子。あ、私もスーパーレアの私も出ました。かわいい。こういうザワチが3枚出ました。かわいいザワチ。結構スーパーレアって出るんだね。スーパーレアよりも上があるんだっけ。よっこいしょ、
やばい、もう結構な時間しちゃったね。終わろうかね。首が凝ってきました。生浴びタイムスタート。湿気やばいな。家もジメジメしてるもん。伊勢ヒューガ、橋本ちゃん、吉弘さん、アスカ、小春、ひかりちゃん、ポンさん、ポテちゃん、セマルシカ、ナルナル、ヒロミ、シャオータン、渋谷、セイワ、ダイくん、テリー。終了。13位ウゴウゴさん、12位ひかりちゃん、11位ナルナル48さん、10位カツラさん、9位橋本ちゃん、8位オクジーさん、7位小春ちゃん、6位渋田さん、5位大君、4位アスカさん、3位葉月ちゃん、2位ポンさん、1位スージェーさん。ありがとうございました。これさ、コメントにラグがあってさ、終了って言った方言った時からこそめちゃめちゃ名前が来たりするんだよ。申し訳ないね。ということで、遅い時間ですが見てくれてありがとうございます。また近いうちに配信します。できたらメイク配信とかも気が向いたらします。明日は逆上がりの確認などなど頑張ります。それじゃあまたね、おやすみなさーい。